山特別出演団体越中五箇山小谷ブギア保存会の皆様です。小谷峠の七回り昼寝しょんなら良いとこじゃ、いのしゃまめくてほほいのほう。小谷ブギア節独特の林で始まる小谷ブギア節は、蔵のお能が生まれつき目が不自由だったので、7、8歳頃から歌や三味線を習って御勢となったそうです。地元五箇山をはじめ越中飛騨の方面を流し歩き、蔵のお能めとして人気を呼びまして、明治初期に歌って広められたものでございます。それではどうぞお楽しみください。
Thank you.
Thank you.